久々の SG 制覇、鈴木圭一郎、慌てず騒がず優勝の二文字をつかみ取った。11回目の SG 制覇へ、オールスター連覇、今年も主役になりました。鈴木圭一郎がキラキラ輝く一等星となりました。地高の夜空へ歓喜の爆音が響き渡った。始まりました、しゅうちゃんオートレース。いよいよ始まりました、 SG オールスターオートレースでございますね。皆さんの一票一票がですね、選手の皆さんに届いて、そして、選出されたね、全部で96名ですか、こちらがですね、熱い6日間を、戦っていくわけですけど、果たしてどんな結果になるかね、今日も1レースから最終レースまでやっていきたいと思います。熱い戦いをですね、ぜひ皆さん楽しんでいただければと思います。最後までよろしくお願いいたします。一騎打ちムード。さあいよいよ開幕第1レースでございます、ね、ここ30戦からのスタート、ここが一番重要じゃないかなと思ってます。あとは篠崎さんがスタート、タクシャーに先に行けるか。 20m 線は清水がインコースから飛び出しました。注目の 30m 線、5番の伊藤翔は大外から鈴木広和、広和が内側に降りてくるようにして 30m 線から主導権を握っています。さあ2番手となった3番の篠崎、篠崎さんそれいけないと結構きついね。その後ろに平田、外には5番伊藤翔馬の姿があります。1番の伊藤玲が逃げる、1番の伊藤玲が先頭。さあ玲ちゃんどこまで逃げれる。 SG レース出場の1番の伊藤玲、さあこの地でどんな走りを見せるのか。2番手には2番の清水がつけております。3番手鈴木ひろはず、篠崎の内を続いてくるのは平田正孝が4番手で上がりました。残りは4周回、さあテンポよく鈴木ひろがさばいてまいりました。年明けからなかなか流れに乗れないと言っていました鈴木ひろが、しかし近況はパーツ交換で上向いてきました。この3コーナーで先頭の伊藤玲を捕まえまして、鈴木ひろがトップを奪っています。ついてくるのは平田正孝、清水も今4番手から3番手を狙います。1番の伊藤玲見せ場を作りましたが、今4番手に交代しています。後ろから西村龍太郎、さらには滝下純平の終盤戦の、さあ純平がやっぱ後半走りがあるな。西村龍太郎の内をついて滝下、抑える西村、抑えた西村がさらに3番手の清水インガは捉えてまいりました。終盤戦で西村龍太郎が3番手の位置まで上がっています。そしてトップ争い8番の鈴木広和に懸命な追走から平田正孝、その間隔は2写真と縮まってきています。カーブで差を詰める平田正孝、直線さあと1周広和持つ、頑張れ。1周ブルーフラッグを全選手が通過しています。先頭は鈴木ひろかず、1対1の状況から、さあ平田がチャンスを狙います。さらには3番手西村龍太郎の相当から滝下純平、最終コーナーに向かっています。先頭争いと3番手争い、いずれも接戦、最後は平田が内側並んでくるも届かない。スタートまで、さあ2レース、こちら水木登場、スタート全集中、スタートだけだよ水木、あとはスピードはある、自分を信じてしっかり初日頭取ってこい。スタートしました。
20メートルウィーリーしているのは5番の岡部、リンコースから岩田、加速感十分6番の松本康史でありますが、岩田がギリギリいっぱいこらえたように見えましたが、外から松本も加速をしてまいります。1周3コーナーでは10戦5点を踏んだ湯浅のインコースから岩田博美、左右内から篠原敦史であります。一気にワンチャンスを見逃しません。さあ1コーナーではここで2番手まで攻め上がろうとしています。金田の内を取られた篠原が2番手で上がっています。さらには2番手で上がった勢いで逃げる花本が初見を捕まえました。3コーナーから4コーナーのカーブ、篠原敦史が速攻を決めて花を切る展開になりました。そして3番手には金田を捉えた7番の小林瑞希、中段では岩田のインコースから松本康が今5番手から4番手さらに狙おうというところであります。あとは篠原だけだ、追ってけ追ってけ。インコースから小林瑞希はさばいて2番手で上がっています。その間に8番の篠原はリードを作りました。アドバンテージは10メートルぐらい、残りは3周回。そして3番手にはここで内をついて金田遥が攻め上がりました。花本初美は4番手に交代しています。その後ろには岩田博美、松本康、さらには5番の水木って最後方には2番岩佐博士という並びになっています。先頭2番との距離が結構縮まってきました。8番の篠原に懸命に追走している小林瑞希、残りは2周回であります。終盤戦の足色が小林瑞希がやや差を詰めているような感じ。しかしまだ仕掛けを試みるようなシチュエーションには至っていないようです。さあこの 3,4 コーナーでは先頭の篠原に追いついた小林瑞希、仕掛けの体勢に入れるか、大きく回って1周ブルーフラッグを通過しています。先頭争いは篠原と小林瑞希の勝負であります。篠原が内を締めている、小林瑞希が外から攻める最終コーナーの攻防戦。ここまで来たらシーンは譲れない篠原敦史、地元バンクであります。最後滑った小林、残念万事休。でも2着、OK。ここに来てソウルオンドも上がって3レースですね。ここは若して追い、ね、外からスタートなかなか大変かと思うけど、スタートまで5秒を切ります。うまく展開見てね、内も振り込んだり、若ちゃんのレース見せてほしい。スタートしました。6番の笠木アーチェス、絶妙なタイミングと思いきや、さあどうだ、おっと結果的に長谷さんがスタートめっちゃ遅れて、若いきやすくなった。ついていくのは5番の浜野潤、3コーナーこれは行きやすいぞ。若捉えてくる5番の浜野、岩田が抑えるか、浜野が刺した、後ろから若いとばかぞ、さあ、バランスを崩した、浜野さんがぶった、変わりました。この1コーナーでは岩田、そして岩田さんが、岩田さんか、岩田を捉えた若いとばかず、武藤もついていく、外には松尾博文、現在5番手の位置、いやー10戦勢が、そして長谷とも簡単にやられたな。残りは4周回です。岩田が主導権を握っています。じわじわと差を詰めてくる若い友和、さあ仕掛けさあ我がちゃん、これもう岩田さんロックオン状態、その差はちょうど1写真ぐらい、さあ外に振ってあとは切り返して、若い友和がここしっかり、さあここでセオリー通りに切り返してまいりました。残り3周1、さあ岩田選手がね、この2着キープができるかどうか。後ろはムーちゃん、そして松尾の2位にはどうした、2位にどうした、序盤でかなり入り乱れました、なかなか上がってこれん。の位置3番手に武藤日の海、さらには松尾浜の陣、残りは2周回終盤戦です。2番手は岩田幸雄、そして3番手が武藤日の海、逆に武藤選手の方が足がある感じがするな。その差は一写真ぐらいであります。4番岩田幸雄に、さあ岩田さんこのまま2着キープ、いけるかどうか、あと1周、2番手岩田、3番手が武藤博美、4番手松尾も、いやー岩田さんの2着目なかなか変えんかったな。これから最終コーナーです。いやでも2位がちょっと心配ですね、これね。3番手最後浜野さんにもやり返されそうな感じが、クリアしました。体勢変わらずか、でもまあ若ちゃんおめでとう。
スタートまで。さあ4レースですね、聖太郎が一番人気ね。ただスタートね、そこですね。あとは追い焼きが効くのかどうか、あとはショーンマフラーね、課題はありますが、聖太郎頑張って。第4レーススタートしました。20メートル線のスタートは4番メップゲームをインコースから投げ出し、地元勢による先陣争い、内子を潜り込むようにして神和田が技ありのハンドリング。さあ竹谷と神和田が7の学校で3コーナーに向かっています。内に代わって7番の神和田は20線から主導権を握っています。聖太郎どうだ。栗原勝則、2番手に梅内がつけています。神和田が3番手、さらには竹谷のインコースをついてくるのは別府芸合、2コーナーでは4番手に上がった。さあ2番手に攻め上がっていくのは神和田。3コーナーでは先頭栗原をマークする展開になりました。中段では懐が甘くなった別府敬吾を指したのは太郎、外外回ってちょっと不利だな。潜れんか。このまくりが決まりました。ついていくのは埋めない。さらには5番の岩崎良一、そして別府敬吾と続いておりますが、3コーナーでここで埋めないが2番手に上がっています。先頭は神谷が2番手に埋めないという体勢になりました。栗原を外から回した岩崎良一、インコースを攻めてくるのは青島、そして8番早川聖太郎でありますが、まだ最後尾8番手を回っております。先頭は神谷田匠、聖太郎ダメだ、聖太郎めちゃくちゃ変えてる、激しい攻防になっている。ただ回ってるだけやん。島の攻防だ。インコースからレッド警報、残りは2周回、終盤戦に入っています。さあ先頭の神谷田に負けない足色が埋めないにはあります。さあインコースから5番の岩崎良一が今度は埋めないのインコースを攻め立てようとしておりますが、聖太郎上がってこい、頑張って。かぶせる、先頭は神谷田に、番手が埋めない、3番手は岩崎の体勢、残り1周ブルーバック、神谷田が先頭であります。後続を抑えながらの競争、やや滑った、相当から埋めない。さあ並びかけるか、先頭争い、インコースを締めるようにして神谷田先頭だ、車体半分リード、2番手埋めない、3番手岩崎、別府迎合4番手、勝ったのは7番神谷田。さあ5レースですね。ここはもう岩見さん一択で勝負でございます。スタートからね、ドーンとかまして、もうぶっちぎっちゃえ、頑張れザンス。スタートまで3秒前。さあスタート全集中。第5レース岩見さん行って、スタートしました。1番の村瀬の背切りで伸びてグイーンといっちゃえ、そうだ、ギリギリ村瀬がスタート残しました。そして20メートル線から人気の嫌味が好スタート。さあ先頭争い、一発で村瀬を捉えました。高橋恵理子の主導権です。3番手に1番人気の嫌味、さらには佐藤高谷も中段4番手、やや4番五十嵐が滑って、内側からは間をかき分けるようにして佐藤高谷、6番の山田がその前にいます。先頭は高橋恵理子、2番手ぴったりマークしていた村瀬月の女王を捉えたのは7番の岩見隆であります。まくっちゃうか。アウトコースからインコースに切り返した体勢で先頭の高橋恵理子捕まえました。残りは4周回。さああとは恵理子どうだ、くっついてて。高橋恵理子2番手の位置、3番手に山田、4番手には山田さんの足がいいぞ。になりました。道中戦ではすげえスーッといっちゃったよ。山田の足色が良さそうだ。高橋恵理子の外から山田がかまして2番手に上がっています。いやーこれ岩見さん頑張って。岩見が先頭、そして山田達也、岩見に負けないスピードがある。さあ1対1からある。一発で岩見を捉えました。すげー。山田達也躊躇することなく迷いなく入ってまいりました。先頭を競り勝ちました。山田がトップであります。2番手に岩見、そして佐藤高谷が続いて3番手の位置。さあかまされた後食らいついていく7番の岩見でありますが、先頭は6番の山田達也であります。2番手もう一度モーションをかけられるか岩見隆、3番手が佐藤高谷の並び、残り1周ブルーフラッグ。潜れねえか。道中の追い上げインパクト絶大でした。山田達也が先頭だ。2番手が岩見、3番手が佐藤高谷、最終コーナーでは山田の内を一瞬狙った岩見でありますが、いやー山田すげえ。6番の山田が先頭だ。山田が競り勝ちました。やられた、お見事。
さあ6レースですね、永井大輔登場ということで、ここね、かましが効くのかどうか、風が結構強いっていうことでね、そこだけがすごく心配。あとはスタート全集中で、さあ行け。さあ 20m のスタートダッシュ、インコースから岡松、さらには久方もいいスタート、岡松をまくっていこうと5番の久方通れ、内でこらえる岡松、さあ前がひしめき合っています。ここで鈴木さあ混戦だ、友情まとめて刺したのは岡松、岡松が先頭団子状態、大好き引いちゃった、間を切り裂くようにして木村が3番手、内を救おうとしているのは青木原しか、競争は2周回目、2番手には君は大友寺、インコースで我慢する競争は4番青木春近であります。外には木村、ほぼ同体の状況から3コーナーの突っ込み、2番手は君は大友寺、そのインコースを狙って青木春近、君はどう刺しました、ここさあ木村武を作ってくる、まとめてさばくのか、1コーナーでは青木の前まで木村武が突進、青木がかぶせにかかっている、2番手の攻防戦、おお青木が抑えました、先頭は岡松、2番手には青木春近、もう一度体勢を作るとして木村武史、レーサー残り3周回前後半の折り返し地点であります。4番手には6番の内山、そして8番の長井は序盤速攻決まらず、一射一射備えて現在5番手の位置であります。さあ2番手を狙った7番の木村、インコースを狙った4番青木を相当から相手回りをして、さあまくってくる木村武、いやいや青木はこられるか、さあ残り2周回、岡松が後続を翻弄する競争になっています。完全に岡松の術中にはまってしまった青木は後退しています。さあ木村はどうか、木村もはまってしまうのか、その間に永井大輔も上位争い加わってまいりました。百戦錬磨、さあ木村武どうだ、もう一回外から2番手木村、3番手に内山隆秀、切り返しながら入る、さあ体勢を作ってまさに肝試し、ここで3番の岡松のインコースを捉えました。7番の木村が先頭に立っています。岡松インコースが甘くなっている、作ってくるのは内山隆秀、最後は2番手が7番手に通る、佐藤麗で集中しました。さあ第7レースですね、試走タイム27という素晴らしいタイムを出してきた佐藤麗選手、ここがねまずスタート何番手につけられるか、さあスタート集中、さあ栗原君残せるか、5番の渡辺敦が一気に前線に食い込む、京介いった、横田翔輝、そしてまくり返すか栗原圭介、さあ内をうまく救ってきた、インコースから渡辺敦が差し切りまして先頭、相当からまくり返せるか栗原圭介、3番手には中村京介、佐藤麗も4番手に上がっている、おおこれは渡辺敦の前に上がるのか、栗原圭介が渡辺敦をまくり切りました、先頭は栗原圭介、もう1回インコースから立て直してくるのは渡辺敦であります。渡辺と栗原圭介による首位攻防戦、3番手中村、さあレイ君どうだ、車内で7をかわせるか、かわしてきた、1コーナーではさらに栗原のインコースまでバイクを覗かせてくるのは佐藤麗であります。先頭は渡辺敦、2級車を牽制しながらの競争になっています。3番手から長い距離を飛び込んでくるのは佐藤麗でありますが、栗原が振り切っている、残りは3周回です。渡辺敦が先頭だ、この1コーナーでは佐藤麗が完全に栗原を捉えました、中村京介が続いていく。さあ最終半 10m の外枠勢が先頭の渡辺渡辺敦に襲いかかろうとしています。思想2位なら佐藤麗が渡辺敦のインコースにバイクを並ばせた、入ってった、残り2周回捉えました、佐藤麗が先頭に立っています。勇ましくたくましく佐藤麗が道中さばいて先頭に立っています。さあ京介どうだ、3番手から中村京介の反撃はどうか、今3番手の位置栗原圭介、4番手その後には吉原京介、横田翔輝と続いています。残り1周のブルーフラッグを通過しました。2番手の線は渡辺敦に、7番の中村京介、前輪は一瞬噛みましたが渡辺が振り切っています。先頭は佐藤麗、堂々たるライディングで今最終コーナーを先頭でクリアしました。先頭は佐藤麗、お見事、
さあ8レースにマサト登場ということでですね、ここね思想タイムね素晴らしいタイム1人だけ抜けてます。問題はスタートですね、マサトの場合は。さあしっかりマサト初日行こうぜ。スタートしました。4番の高宗が10メートルから好スタート。先立ちは佐藤雄二、外から2メダ飛龍も好位置につけています。後手を踏んだのは西翔子。間をかき分けるようにして高宗が1番鈴木工場を捉えました。一気に下がってしまったのは佐藤雄二。正人早いな。今外攻めから中村正人が早めに3番手。高宗の後ろにめちゃ早い。中村が攻めてくるか。2周1コーナーではインコースからインコースから攻め立てまして、ここで高宗を完全に捉えたようであります。さらには先頭の鈴木辰巳の因果は差し込んでまいりました。さあ高宗君しっかり切れ味鋭く切り返して中入ろう。中村正人が先頭に立っています。鈴木辰巳のインコースから今度は高宗良治、新村飛龍も競り争いであります。1コーナーでは高宗が2番手に上がった。続いていくのは新村飛龍、鈴木辰巳のインコースから。いやーそれにしても正人の速攻すげえなー。さあ終盤戦は2番手争いがポイントになりそうであります。さあ高宗君しっかり高宗頼む、頑張って。ちぎりました8番の中村正人。2番手は高宗、その差は一写真で懸命に追いかけている新村飛龍が、ここでインコースから切り込んでまいりました。高宗の内側切れ味鋭くさばいてきた新村飛龍が2番手に上がっています。残りは2周回1000メートル。いや三者抜け出す形使いまして、中村雅人が完全にスピードに乗っています。2番手に新村飛龍、3番手に高宗良治という体制であります。中村先頭、今4コーナーを立ち上がりまして、目の前はブルーフラッグであります。残り1周最終周回に入りました。終盤戦は新村が若干差を詰めていますが、先頭リバンターその差は15メートルぐらい。いやーマサトすごい、スタートもバッチリ決まってね、かましも決まって初日もう文句のつけようがない。おめでとうございます。2連単8番7番250さあ10レースですね。ここマサヤ一択で勝負でございます。まあ思想2号ね、スタート切ります。ここだけクロちゃんね爆発スタートがあるかどうか。スタートしました。20メートル線はインコースから落合匠、10メートル前の伊藤翔女を叩いて、さらには20メートル大外から黒川京介のかまし、5番の砂見を上々なポジション取りであります。想定内よ。前方展開は3番の落合、先頭は本田人へ、本田人を追い上げる筆頭は落合、さらには砂見が来た。8番の黒川京介は中段5番手あたり、インコースから刺してくるのは田中茂であります。さあ内潜るよ。の砂見の姿があります。さあ来た。黒川を道中戦でさばいたのは永田雅也、思想3秒25の永田がさらに田中茂のインコースまでバイクを伸ばそうとしております。先頭は1番の本田人へ、2番手から3番の落合、残り4周1コーナーで落合が先頭に駆け上がった。3番手には砂見和幸、4番手に永田雅也、力強いライディングです。さあ内に入ってた、はい、ここは直線パワフルに7番の永田が捉えて2番手に上がっています。先頭は3番の落合になりますが、あっという間に追いついた永田雅也。さあ先頭争い、内側にバイクを向けてあっさり3番の落合をさばいていきました。3コーナーから4コーナーのカーブ、永田雅也が先頭に立っています。2番手に落ち合い、さらには砂見和幸、残りは2周回終盤戦であります。
4番手に田中茂、黒川京介は現在5番手に行き、人気両選手明暗くっきり分かれました。さあ、にゃーすけ頑張れ。落合に外からアプローチする5番の砂見和幸、落合に対して外から砂見のまくり、さあどうか、残り1周ブルーブラック、にゃーすけ粘れ。最後並ぶ2番手争いであります。砂見のまくりが決まった。うわ、まくった。2番手に砂見が上がっています。落合3番手、田中茂4番手、4コーナーを立ち上がりまして、まもなくチェッカーフラッグとなります。山瀬おめでとう。さあ11レースですね。ここ荒尾選手一択で勝負でございます。スタート、やっぱスタートだよね、この短半では。さあ荒尾選手、しっかり初日1着でいっちゃいましょう。しました。10メートル線内折れからは4番の尾形浩一、ハンデゼロの田崎は遅れを取りました。さらには28の伊藤の棒と荒尾が好ポジションを奪いました。あっさりと尾形を捉えた。さらには吉田浩二まで車速が違うコーナーで、みんな人気両選手のマッチレースの様子を呈しています。伊藤の棒が間髪入れずに前線を捉えて、ノブちゃん行ったわ。2周目に入りました。伊藤の棒が先頭、食い下がる展開は8番の荒尾さとし、3番手には尾形、4番手に掛川勝人、そこから差がついて5番手には田崎萌、その後ろ西原、さらには遠藤、最後方1番吉田浩司の内勢。残りは4周回です。先頭の伊藤の棒に追いついた荒尾であります。さあトップ争い、ここで伊藤のボードインコース一瞬狙いましたが、ここは乗り返した伊藤の棒が先頭です。4コーナーを軽やかに伊藤の棒が立ち上がりました。8番の荒尾が徹底的にマークしながらの競争であります。3番手には尾形浩一、4番手が掛川。さあ首位攻防戦、伊藤の棒が荒尾の姿を察知してガードしながらの競争であります。8番の荒尾が、さあこれは切り返しの体勢に入ろうかという三角を切りまして、ホームスレッジ側、さあどうか、残り2周回、伊藤の棒が取り返している。3番手の際は道中逆転、掛川が尾形浩一を捉えました。先頭は伊藤の棒、我慢の競争になっています。8番の荒尾もぴったりマークの展開。さあもう一回行くか。4コーナーを立ち上がりまして、2人がくっつくようにして先頭2番手、残り1周ブルーフラッグ。伊藤の棒が内を締める競争になっています。荒尾は2番手、さあ切り返して内側潜り込めるのか、伸び返されている。うわー、行かないや。伊藤の棒が先頭、2番手荒尾、3番手に掛け合勝と接収コーナーをクリアしました。伊藤の棒、いやー、そして荒尾の順でチェックを受けました。SG での勝利になるかどうか。さあスターセレクションの12レースでございますね。ここ、10戦で勢ぞろいということでですね、さあ誰が1着を取るのか、スタート大事です。さあセレクション、さあ行け。スタートしました。10メートルオープンインコースから圭一郎行った。さらにはそのまま鈴木圭一郎、さらには青山、さあ2強がいきなり、ここで先頭2番手に上がりました。7番の鈴木圭一郎、早くも独走状態。青山が接近できるかどうか。3番手に有吉、4番手には佐藤真也、新井日和と女子レーサーにマットをかける6番の金子大輔であります。スタートで決着をつけた鈴木圭一郎、
人旅の競争になるんでしょうか。思想体は文句なし3秒25をマークしていました鈴木一郎。残りは4周独走かな。青山周平誰も追いつけない。3番手争いが有吉、さらにこの2強になってしまうのか。また現在は5番の有吉がリード、金子大輔4番手、3着4着争いだ。2強がそびえ立つようなレースになりました。残りは3周回であります。タック追いつかねえか。鈴木一郎2番手には青山周平、3番手5番の有吉、4番手には6番の金子大輔という流れになっています。 3,4 番手もほとんど距離関係が変わっておりません。先の G1 競争では鈴木一郎、青山周平熾烈なマッチレースを展開しましたが、見せどころ鈴木一郎の独壇場になりました。あーきついかな。あと2周じゃちょっと2番手も怪しくなってまいりました。忍び寄ってくるのは5番の有吉、じわじわと3番手から青山に有吉の足音が聞こえているに違いありません。さあ残り1周の野球、青山2番手を守るのか、それぞれ有吉が3番手から2番手候補で入ってった。刺した最後は青山を有吉が人差しであります。先週コーナーを鈴木一郎がクリアしました。先頭鈴木一郎おめでとう。はい、ということで最終レースまで見ていただきました、急レースは大変申し訳ございません、やっぱり重大な事故ということでですね、映像の方は控えさせていただきました、本当に選手の皆さんね、無事を祈っております、全員意識はあるということなんですが、やはり清さんとね、あとは、まるちゃんがちょっと心配でございます。はい、なんとか本当にね、選手たちね、命がけで頑張ってますね。なんとか本当に無事を祈りたいと思います。明日もですね、全レースやってまいります。ぜひ皆さんチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして本日も皆様お疲れ様でございました。最後にお願いです。チャンネル登録並びに高評価ボタンと鈴ボタンプッシュ、そしてチャリロとの新規入会よろしくお願いいたします。